え速報が入ってきたので予定を変更して先にお話ししていきたいと思います。えー、柏原和美さんありがとうございます。株くんどうしちゃったんですかいつからそんな症状なんですかこれ昨日の、あい昨日一日中こうでしたね。うん。午後に向かってどんどん悪くなりました。えー、怖い。えー、治りますように。無理なさって疲れから熱中症にでもなられたのかな。株くん絶対治りますように。あ ありがとうございます。今日は幾分マシになりましたけどね。まだ本調子とはできませんね。うん。はい。MW さんありがとうございます。えー、羽生くんのマ,ジマネージメント会社とは ANA のことではないでしょうか。えー、チーム羽生はご家族と少数の信頼できる人たちで構成されているはずです。多分ということです。どうでしょうかね。 これについて、木更木24さんからコメントをいただきました。<laughs> えー、木ラ木24と申します、えー。羽生選手のマネジメント会社、所属事務所のことなら IMG だと思うんですが、違いましたか、えー、?MW さん、私は詳しくはないので、確証はないのですが、羽生くんは IMG には所属していないのでは,のではなかったでしょうか、えー、スター選手の多くが所属していますが。えー と彼は違ったような気が、詳しい方教えてくださいませということですね。えー、ケイコジカ0219さんよろしくお願いします。え、木更二24歳。羽生選手はこれまで一切どこの大,大手事務所にも入っていませんでした、えー。そのせいで守ってもらえなくて、誹謗中傷され放題だとされていました。えー、今回のマネジメント事務所というのは、えー、彼の、えー、個人事務所の チームシリーズだそう。あ、そうなんですね。なるほど。社長が東京地検の元凄腕検事の、えー、弁護士だということで、北京オリンピックの前に話題となりましたよ。当時は主に創造権などの権利関係を扱う事務所だと書かれていました。木更木24さん、ありがとうございます。てっきり大手の IMG 所属かと思っていました。私も今、ググってきてわかりました。 チーム、シリウスとありました。どこの事務所にも所属していなかったとは驚きました。そうですね。僕もちょっとびっくりですね。うん。MW さん、確かにその弁護士の方、仙台の方で、羽生君のお母さんが信頼している方だとか、方だとか、テレビにも出ていましたね。あの、常にマスコミにつけられているので、きちんと守ってくれる人が必要ですよね。うん。 えー、僕もてっきり ANA かと思ったんですけど、えー、木更津24さん、えー、本当ですね、大手事務所に所属していなかったとは驚きとともに、羽生選手の桁外れの大きさにも驚きました。すごいですね、いつからずっと所属してなかった感じですかね。えー、そして、ユ、えーフスさんありがとうございます。紀、えー、平さんはもうクリケットに戻るのでしょうか。 どうなんでしょうかね。クリケットも戻って練習してる可能性あるんですけど、ジャパンオープンに帰ってくるのかなあ、なんかね、帰ってくるらしいですよ。木平さんの最新イベント、動画でめちゃくちゃ笑顔で試合を待ち望んで嬉しそうですね。クリケットで羽生くんにも教えてもらえる時もあるのかな彼はどこに行ってしまうんだろうかわかんないですね。うん。まあそもそも羽生くんが今クリケットにいないので、いないと思うので、そこですね。うん。はい。 えっとそしてユズ・ウィズ・ウィングスさんお久しぶりです。ありがとうございます、えー。明日の会見、関係者によると、どうやら身体について明言するということみたいですよ。やばいですね。ファンタジー・オン・アイスで、えー、検益続行のようなにおわせ発言をしていたので、続けるのかなって思っていました。オリンピックの時に今後について、今までに聞いたことのない発言をしたときから覚悟はしていますが、なんだか不安です。 でも事前に発表するのではなくわざわざ自分の言葉で言うのにも意味があると思うのでしっかりと耳を傾け、えー、耳を傾け受け入れようと思いますどんな結果であれ彼が決めた道人生なので私たちはそれを応援するしかないと思っていますいずれにしても決意表明ということなので会見内容は前向きに捉えたことができると思いますあそうですね決意ですからねうん あの考えて考えて考え抜いたそして決意したということですから、まあ、どんな形であったとしても羽生選手の心が決まって突き進むということですからね。美、うんえー、まさんこんばんは。えー、かぶさんその後体調はどうですかほんと,サルトと聞いいてやばい 大丈夫か心配しましたが、熱中症も大変ですが、少し安心しました。今日は昨日よりはいいんですが、ただまだ本調子ではな,ないので、油断は許さないという感じですね、うん。そんな時に今度は翔馬くん、プリンスの千秋楽午後公演で、昼公演もびっくりしましたが、さらに捨て、あ さらについにアイスショーであの狭いリンクで決めちゃいましたよ。グラビティ、試合並みに4回転フリップ決まった。4回転トーループ、3回転トーループ、コンビネーションも決めた。トリプルアクセルも決まった。なんだか試合くらい良かったみたいですよ。えー、しがらく公演はやはり頑張りました。これしがらくであってんのかなえー、フィナーレでは4回転ループまで決めたらしくて、私も見たかったな行けたからな行けたらな 会場の方々羨ましいな。また集会の時にも笑顔ニコニコ立ったとか。そうよね。嬉しいよね。やはり今日は嬉しいでしょうね。ナウボイスが上がるから、密かに楽しみです。えー、週末からはザ・アイス会場の、えー、そうですね。あの、えーえー、っと、この勢いで今度はフリーが、えー、ついにベールを外しますね。 線上のアリア、リメアトルメンタプロペラーテが来ますよ。楽しみですね、このプロ。私はひとまず名古屋には行けないから、オンラインチケットで見ようかなと。また、本日、先日のドリームオン n イスの、えー、番外編トークコーナーがあり、オンライン,チケオン,ラインでチケット買い見ましたよ、えー。なかなか楽しみました。内容はまだ行ってはいけないものだから、また今度。では、お知らせまでに。 明日はまた仕事や学校だから準備を。またまた5時起きだ。早いですね、5時起き。ね皆さん、いつも5時起きということで大変なんですけども。うんえー、そして皆さんもう一頭です、えー。先ほどまでドリームのトークを聞いていたからすぐにコメントしましたが、エミリー様が伝えてくれましたね。あ、伝えてくれましたしね。えー、同じ思いです。ありがとうございます。はい。うん えそしてマイク・バーキュラーさんどうもありがとうございます。えカくんこんばんは。え、しょうむくんのお父上大丈夫でよかったですね。うん。暑さも疲れもあるのかなえ。風通しが良くても温度計があれば室内の気温に注意してくださいね。熱中症になるのは室内が一番多いんです。あ、そうなんですね。なるほど。え、渓谷国は日本の放射能汚染を散々言っていて、ソウルの日本大使館は福島、東京、ソウルの 空間放射線量を毎日公開しているんですが、えー、渓谷マスゴミはこれを疑って日本まで測りに行ったそうですが、なんか日本となるとすごい躍起になってきますね、韓国は。日本大使館の公表内容に違いはなく、がっくりして帰ったそうです。<laughs> ちなみに空間放射量が一番多いのはどこだと思いますかななんんとソウルのでそうなんだ これは質が影響してていると言われています。東京オリンピックの時、渓谷選手団にはお弁当を作っていて、日本産食材の放射,量放射線量を測定しているシーンをアピールしていました。いちいちアピールしなくていいってちょっと思いますね。なんかこういうのって韓国らしいですね。 うん、それは体表面についた放射線量の計測のやり方で食材の場合はすりつぶして専用の計測器で計測が必要なんですよ。彼らはそんなことも知らずに騒いでいるんですよ。それと見苦しいのはある中の人ですね。自己顕示欲の強いのは、うん、あの人は何なんでしょうかね、うんもうあの。何がしたいのか分かんないですはもう,うん。 えー、マル君 DX さんありがとうございます。えー、カブクこんばんは。例の K ニュースという YouTube チャンネルですが、ノおちゃんが韓国人と結婚するだとか、死亡したという動画は炎上して、コメ欄閉鎖した後、削除してました。えー、幸い、私が見たときは、こんなデマやめろといった批判コメばかりだったので、 警告ネットユーザーも信じてはいないようですが当たり前ですよね。何言ってんでしょうかね。その他にも、安藤美希、帰化してオリンピック出動を目指すとか、木村の親友、羽生が12歳年下韓国女性と結婚木村拓也、韓国に帰化といったデマニュース、自分で考えたのを動画を投稿しまくってます。要通報です。いやー、行かれてますね、本当、うん、かなり行かれてますけどね。 まあこういう一部のせいで、自分の国をこれ、自分の国のバカさばにをちょっとあのー、アピールしちゃうことにもなりますからね。うんえー、キサラ如月24さんありがとうございます。えー、カブくん熱波です。異常すぎます。ポルトガルで最高級 47°c だそうですえー、高齢者が1000人以上亡くなっているそうです。 47度ってこれは焼けますね地球がおかしいです。異常気象が液状気象ではなく通常気象になっていくのかと怖いですえ。地球の軸がずれて歪んできていると聞いたことがありますがその影響が大きいのでしょうか。熱帯でなかった地域が、えー、熱帯になりつつあるとか。 いろいろ。これ関係あるんでしょうかねなんか僕も聞いたことあるんですけど、地軸がなんか曲がってるみたいな話してましたよね。影、え、響、ー、あるのかもしれないですよね。そこからなんかいろいろおかしくなった気がするんで、スピリチュアル的にも戦争が始まったりとか。えー、シルピア GP さん、かぶくんごめんなさい。BNA ホラーク様のから訂正が入りましたが、 犬間の白うさぎの話は私の勘違いでした。イン間の国は現在の鳥取県なので、そこは間違っていました。古い時代の、うん、日本の地図を見て、私も確認し、勉強になりました。b n n ホラーク様ありがとうございました。なるほど、了解でございます。はい。えー、マナーナさん、まあ、普通に宇野くんのスケーティングはすごいよね。えー、高橋選手は体の硬さを随所に感じるのが残念。 1一本の脅かさはちゃん、えー、チャン,ン選手。パトリック・チャンかな。カギラマ選手の方がいいかなと思います。いや、カギラマ選手はもうバランスがいい、スケーティングも素晴らしいですよね。うん。はい、まあ、という感じでね。あ、えー、ケイコチカ02919さんありがとうございます。サラキ24様ん、えー、大手の事務所に所属するアスリートと関係ないような仕事くだ、仕事、くだらないバラエティのひな壇に座らせられるなど、 もし、えー、なくてはならなくもなるので、えー、所属していなかったという話も聞いたことはありますが、信偽は不明、あ、そういうことなんですね。なるほど。SNS も一切しないし、えー、ホームページもないし、なし、えー。理由は自分には必要ないからだそうです。なるほど。へー初めて知りましたね。確か、携帯電話を持っていないという伝説もあります。へーこれもちょっと初めてですね。これはちょっと、すごいな。うん